こんにちは。こんにちは。私たちは阿蘇市食生活改善推進協議会波の支部です。今日の献立は里芋を使った、里芋のおやきとあんかけです。よろしくお願いします。今回教えてくださるのは、ジョーさん、シガさん、加藤さんです。よろしくお願いします。お願いします。そして今回の器はこちらです。阿蘇市中通りにあります工房ゆうさんに作品を貸していただきました。工房ゆうさんの田中浩二さんが、11月4日まで熊本県の県伝統工芸館で、個展を開いていらっしゃいます。ぜひお近くの方は足を運んでみてください。工房ゆうさんのご紹介は番組の最後にも載せておりますので、ぜひご覧ください。それでは今日は里芋のあんかけということで、2種類おやきとあんかけですね。じゃあまず何から。最初は芋を剥いてからいただきます。この里芋は皆さんのお家から今日は持ち寄って。はい、はい、ちなみにどなたの。奈良木野さんの。あ、会長さんのですね。これを半分にしてこうお団子を作って、でこの中に、さっきのごま、はい、いりごまですね。いりごま、いりごま、これと塩コショウですね。はい、塩コショウ適当にちょっと、はいはい、で混ぜていきます。混ぜていきます、はい、小判型にちょっと丸めていきます。はい、熱い。卵を溶きます。はい、だしの素を少し入れます。はい、生姜です。生姜、おぉ、海苔をちぎって入れます。海苔をちぎって、はい、こうパラパラ、はい、でこれをさっきの卵の中にこれをくぐらせてから表面をちょっとカリッとなるように焼きます。はい、さらにこういうもの、はい、おやきと、おやきとあんかけです。はい、の出来上がりです。他にもお料理をいっぱい作っていただきましてありがとうございます。じゃあ早速いただきます。いただきます。はい、いただきます。はい、どうぞ。うん、合いますね、生姜がね。ドンピシャじゃん。生姜の味が美味しいです。うんうん、ピリッとした辛さと、そうそうそう、うん、でも喧嘩するわけじゃなくてこうね、うん、なんか仲良しな感じでお口の中で、うん、うん、わ、美味しいです。地産地消クッキングでは、阿蘇市にある窯元から器を提供していただいています。阿蘇市一宮町中通りにある工房ゆうさんは、唐津焼を修行した窯元が阿蘇の土や阿蘇の草原にあるすすきを灰にして釉薬として利用したりと、阿蘇にこだわった作品を作っています。明治初期に建てられた蔵が、工房とギャラリーになっていて、自然の力強さを感じさせる作品が並んでいます。